Gut. ライアリ特番リリースまであと24日生放送イエーイ。はーい、というわけでこの放送はついにリリース日が明らかになったコンパスライブアリーナの公式特番です。進行を担当するミヤです。よろしくお願いします。はい、そして番組を一緒に盛り上げてくれる出演者を紹介します。本日のゲストはリアル秋葉ボーイズからドラゴンさんとネスさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして ATY からあかりさんです。よろしくお願いします。というわけで、早速自己紹介を、そうですね、ドラゴンさんからお願いいたします。はい、PL のモーションアクトを担当しましたリアル秋葉ボーイズのドラゴンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続いてネスさんお願いします。はい、同じくリアル秋葉ボーイズのネスです。よろしくお願いします。はい、続いてあかりさんよろしくお願いします。はい、ポロロッチョのモーションアクターをやらせていただきました ATY のあかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回もおなじみコンパスライブアリーナの運営からディレクターの佐藤リーが来てくれました。はい、コンパスライブアリーナディレクターの佐藤です。日曜日のコンパスニュースでコットンさんがこう回を重ねるごとに徐々に佐藤 D が慣れてきてるっておっしゃってくださったんですけど、全然自覚がありません。今日も頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。でも最初に比べたらだいぶ慣れてきたと思うんです。あ、本当ですか。はい、はい、僕らもまだ全然慣れないんで緊張をここ叩くだけで肩ほぐしてね。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、というわけで今回もね、いつもの裏の席に林 P が座っております、はい、林 P、 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 コンパスのプロデューサーの林です。よろしくお願いします。お願いします。そう、全然林 P 触れなくて、今日はなんとかしていきたいなって、ね、振りましょう、今日は、ね、めっちゃ声聞きたいもんね、引きずり出しましょうこちらにちょっと声だけでも、ね、引きずり出していきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけで、リリース日が、2日前、3日前、はい、コンパスニュースで、ついに発表されました、7月22日です。おめでとうございます。やっとね、日にちが、そう、いつになるんだ、ね、いつになるんだって、うんうん、みんなねコメントでいつになるんだってね、もうこっちもねなかなか言いたいけどなかなかねなってたんですけどね。はい、うん、発表されたので皆さん楽しみにお待ちください、うん、というわけで今回のメンバーが ATY からあかりさんと、うん、RAB からドラゴンさん、はい、ネスさんというわけなんですけども、うん、はい、お久しぶり。めちゃめちゃ久しぶりですね、あかりさんと会うのは。そうだよね、あ、そう、うん、あかりさんが一番お久しぶりかも。そうですね、うんうんうん、まあ、ないネストも久しぶりですね。え、マジで仲悪いんですか。いるのかな、いないのかなみたいな感じなんですけど、今日久しぶりに会いましたね、昨日ぐらい。ね、皆さんね、いじめられてますそうだよ、いやもうもうほぼ基本この人からはいじめを受けてますので、ね、いや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 、あとで2ちゃんで叩いてやめてくれ、2ちゃんで叩いて、表で叩いて、表で叩いて叩くの、コメントして裏で叩いといてくださいお久しぶりですけどね。久しぶりですよね。久しぶりです、はい、うん、だってもう結構現場で会うの 2,3 年ぶりとかかもしれないです、うん、僕はリアルにそんぐらいかもしれない。そうですよね、レアキャラですね。超レアキャラお邪魔しますお邪魔しますいっぱい喋ってください。今日だってすごい珍しいメンバー、はい、うん、珍しいですよね。そう、正直発表された時、うん、何喋ろうって、うん、思ったんですよ、うん、でもなんかね、さっきその楽屋というか準備中にやっぱみんなコンパス好きだから、うん、そうですね、もうね、やっぱマブダチですよね。コンパス東京盛り上がってましたね。マブダチの会いっちゃん年下だけど本当だよ、一番年下だよ、マブっすね嬉しい、もうどんどんマブっすね、マブだよね。近況報告でした、はい、ありがとうございました。というわけで今日はこのメンバーで、うん、お届けしていきたいと思いますが、まず最初に佐藤 D から、コンパスライブアリーナがねどんなゲームっていうのか、これ毎回やってるんですけども、ちょっと簡単におさらいをお願いします。はい、スライドお願いします。はい、改めてコンパスライブアリーナの説明になります。コンパスライブアリーナは、デジタル空間のライブ会場にみんなで行きます。
はい、ライブ中は全力でヒーローを応援して、みんなから注目されるトップファンを目指そうというゲームになっております。はい、次のスライドお願いします。主なゲームの流れなんですけれども、まずアプリ起動するとロビーが表示されますので、まあ、こちらで、お友達とコミュニケーションを取ったりもできるような場所になっております。でライブを選んでいただいて自分の遊びたい曲を選択して、まあ、決定するとマッチングが始まります。でマッチング待ってる間に、自分の遊びたいプレイしたい難易度を選択していただきまして、時間が来ますと、ライブが開始しますという流れです。ライブ中は全力でリズムに乗っていただいて、まあ、ヒーローを応援しながらスコアを稼いでいっていただければと思います。はい、まあ、演出で途中で衣装チェンジなんかも入っておりますので、まあ、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、でライブが終わると、リザルトで報酬を受け取っていただいて、またロビーに戻ってくるというような流れで遊んでいただくゲームとなっております。はい、では次のスライドです。今回からストーリーモードというものを実装しますので、またこの今までバトルの方ではなかった、ヒーロー同士の絡みというのも、はい、めっちゃ楽しみ、ここ、ね、これめちゃくちゃ楽しみ、これが一番見たい、はい、ね、食べてる子みたいね、はい、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、はい、私からは以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。詳しくはね、公式サイトにね、いろいろ記載が載ってるので、うん、そこからいろんなね、ヒーローたちの、ね、絵を見ていただければいいかなと思っております。そちらチェックのほど、あ、上今出てますね、お、公式サイト、公式サイトですね、こちらからチェックはよろしくお願いします。お願いします。はい、ここでツイッターフォローキャンペーンのお知らせです。コンパスライブアリーナ公式ツイッターのフォロワー数でゲームリリース時の全員へのプレゼントが豪華になります。今出てます画面に、出てますね、これね、前回が5万ちょいとかだったと思うんですけど、もう1週間でなんと 6.5 万今いってるみたい、1万人増えてるので、この調子でいけば一番下の10万人突破でプライム会員1週間分っていうのが1週間分、はい、ゲットできるはずなので、もう頑張りましょう、これは10万いきましょう。すごいね、すごいですね、いけそうですよ、このアップ増えますか、はい、もう明日にはもういっちゃう、頼もしすぎる、この配信を見た、ね、10万人の方が、はい、ね、やっぱこの配信10万人ぐらい見てると思うんで、その方が全員ね、やればね、もうクリアですよ。ね、そのためにこれレッスンちゃんとお願いしないとダメでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。頭でも何でも下げますんで、僕の頭ぐらい何でも下げますんで、ね、ちょっと、すごい、なんか僕に対してのプライドとか全く間違ってないんで、何ぼでも下げますんで、よろしくお願いしますね、本当に、はい、すごい、ナイアリの生放送に新しい風をめっちゃ流してきました、面白い、めちゃくちゃ頼もしいです、よろしくお願いします。というわけで、はい、これあれですね、今回から番組の画面下、これ前なかったんですけど、確かに、と画面下ツイッターの、ね、うんうん、ツイートが表示されております、はい、ハッシュタグライアリをつけてツイートしたものが、うん、今下に表示されてるってなんですね、ほら、早く推しに会いたいよって、多分これ分かる、リアルタイムで言ってるやつが出てるってことですかね、うんうんうん、めっちゃいい、これね、これ表示されてるのってニコニコ動画の方だけとか YouTube も出てます、あ、ツイッターで、あー、なるほどなるほど、あ、YouTube もニコニコ動画もどっちもこの下のあれ出てるのかってことですよね、はい、ああ、よかった、あ、両方出てる、すごい、素晴らしい、やっぱこういうのあるとなんていうんですかね、リアルタイム感がね、あっていいですよね。ちなみにこの画面下に、表示されると、仲介機じゃない、もう、あ、噛んじゃった噛んでないよ、今の噛んでない、噛んでない、大丈夫大丈夫仲介機仲介機仲介機やばい、仲介機面白いですね、はい、怒られちゃう、これどんどん拾っちゃうから、ごめんね、拾っちゃって、もうね、スルーされる方が辛いから、はい、仲介機でね、こちら配布されてたみたいな、こちらですね、これね、ほら、あ、キャラクターがそう、わーって、ちょっとね、時間的に全部はあ、これもう紹介しながらめくりながら喋りますね、はい、こちらが、町会議で配布していた、うん、ライアリの非売品ポストカードセットを抽選で3名様にプレゼント、この画面下に表示された方ですね、なんで、みんなハッシュタグつけてもうバン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 ツイートしていってください、めっちゃ可愛いよね、フルセットですもんね、しかも
そう、で、全部あ、これ全部まとめてまとめて、まとめて、まとめて、これ1枚とかやばいよね。これが、いつ発表、番組のエンディングで、うん、これがゲットできる方が発表されるそうです。そういうことですね。じゃあ、最後まで見なきゃいけないってことですね。そういうことです、そういうことです。それが言いたかった、それが言いたかったんですよ。はい、やばいやばい。というわけで、ちょっとオープニングトークは、うん、こんな感じで、すごい。早速なんですけども、ライアリ特番をスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もうオープニングでめっちゃ汗だく。楽しい。ね、楽しいですね、うん。はい。というわけで、最初のコーナーに移っていきたいと思います。Twitter、ハッシュタグ、ライアリリリース記念お絵かきをつけて、投稿されたイラストを紹介するコーナーになっております。イエーイ、たくさんの方がイラストを投稿してくれております。これ前回からのね、企画なんですけど、うんうん、もうちょっと今回についてやっていきたいと思います。はい、まず最初のイラストですね、こちらになっております。ドン。あ、これめっちゃいいよね。すごい構図、すごい良い。いいっすね。なんていうんですかね、あのタッチが、うん、なんてアメコミではない、なんていうんですかね、なんかこれ、うん、一般の方が書いてくるってことですか？そうです、あのファンの方っていうかユーザーの方はですね、うんうん、全部紹介する。すごい、なんか色もいいし公式絵みたいな、うんうん、ねえ、うんうんうん、なんか右下にナウローディングって出てても読み込みがね、これいいね、読み込みがね、ナウローディングいいかも、ね、構図もいいですね、すごい、すごいよね、迫力あって、うんうん、これすごい。そう、なんか毎回言ってんですけど、マジでグッズにもうしたいレベルで、ね、素敵なので、ね、高いな、すごいな、すごいですよね。どんどんちょっと開けてみましょうか。はい、見たい見たい見たいよね。わ、すごい。おー、ちょっと、はい、ちょっと待って、いや、どういうこと、やだ、ちょっと待って、やだ、ちょっと、え、これ野良なんですか、みんな。野良マジで、野良固定じゃないの、これ。野良固定じゃないです、ね、固定じゃないです、ね、固定じゃないですよ。マジで一般の演出さんのことを野良って言うんだ。野良、マジで、これやばいですね。マリアさんかわ、かわいい。 CD のジャケットかっていうぐらいにまってるよね。うわ、素敵です。いつ直せるですか、これ直せる、いいですか。マジかっこいい、うまっ、ね、やばい、クオリティ高いですよ ね、 ね、まだまだあるんですか。あ、そうなんですよ、まだまだちょっと続いてのイラスト、あー素敵、かわいい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 、めっちゃかわいい、めっちゃいい、ウィンクしてる、勇者かわいい、めっちゃいいな、いいなこれ。かわいこちゃん組、まあかわいこちゃん組いっぱいいるんですけど、コンパスかわいこちゃん、ここもかわいこちゃん組ですね、キラキラしてるよ、みんな、かわいい、いいな、いいな、ほっこりする、ほっこりするよね、うん、色味もすごいいいですね、うん、みんなの色がしっかり出てて、描いたんだろう、かわいい。まだこう番組で紹介してない GBG と勇者の衣装が一応あのイラストコンテストの時のホームページには掲載しているので、まあ、そこからはい、うわすごい、書いていただいたのかな、よく見てるね、はい、この4人が少しで描いたってかもしれない、素晴らしい、かわいいですね、ありがとうございます。それでは次のイラストどうぞ。かわいい、ちょっとねえ、ハートドッキュンコしちゃってるよ、ドッキュンコだよこれ、キラキラしてる、ハート作ってる、すごい、ファンサすごい、なんか背景もなんかすごい凝っててね、ね、多分これ背景あれですね、ライブ中の後ろのモニターってことです、ね、ああ、そういうことか、リアルタイムでコクリコちゃんもカメラで抜いた絵が後ろで特大で見れますよっていう、ナッパよ、女子やった、うん、可愛い、キラキラしてる、これもいつも相談するわけない、これは多分実装されるんですよ、実装されるのかな、これ多分これはね、やっぱ今から実装するべきかな、実装希望、ね、実装希望でございます、ね、偉いな、ね、偉いね、ハート作れて偉いハート作れてない、かわいい、ね、お兄さんが何でも買ってあげるからねあれ本当に買ってくれそう、ドッキュン、じゃあ次のイラストお願いします。あ、すごい、ゲーム画面っぽい、え、素晴らしい、こういうタッチもね、かわいい、細かすごいな、みんなもうフォントとかもこだわってて、ね、うん、デフォルメ上手だし、うん、本当あのそのなんていうんですかね、あの文のさ、うん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 、この
ちょっと赤で強調したりとか、こういうアクキーが欲しいんだけど、え、なんか確かにアクキーでやりそうバストとか欲しいんですけど、だってもうアクリルカットしてあるもんね、あのままいけるしてあるもん、ね、ちょっとこのままあのちょっと業者の方にお渡ししてやばいな、手に持ってたい、かわいい、必要な作業はもうその後それだけですもんね、そうだね、うん、かわいいな、そうだ、今回からみんなね多分名前を書いてくれてて、はいはいはい、そう、あの左の方にですね、 ID かな、そうそう、これみんな ね、あのつけてくれたらね、誰が書いたか、うん、なるほどなるほど、前回あのお願いしますって言ったらみんな乗っけてくれて、すごい控えめだね、はい、ね、どこに関してはでもこれでね、なんかその、ね、見てる人もね、あの、ね、この S さん気になったら、うん、結構ね、確かにそれが大事よね、そう、確かにそれはいいや、どん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 ね、イラスト投稿してね、盛り上げてくれたら嬉しいです、はい、はいはい、じゃあ続いてのイラストです、いやーすげー、ちょっと優雅、え、すごくない、野良の石さん、どこの美術館にかかってある、ね、これはやばいな、これすごい好き、あの、すみません、学部長を買ってきて、ね、学部長に入れときたいですね、学部長様、ここに、すごい素敵、い、画質もすごいですよね、なんか、ね、あの多分大きいキャンパスで書いてあるぐらいの、ね、いや、これどれぐらいかかったんだろう、これ、ほら、野良っていう人増えたじゃん、ちょっと流行らせたから、ね、でも、ほんまに野良っていうのは本当にその通りですね、学部に入れときたい、これ本当に、めっちゃ美しいな、素敵だね、これすごい、これありがとうございます、次の、うわー、これで、はい、もうずるい、ミヤ君もやばいね、なんか分かってるよね、マルコス君って自分の見せ方分かってるよね、スペック高いですから、はい、ね、うまい、なんか多分そ画面の前になんかいくつか墓が立ってる、墓立ってるね、墓立ってるね、これね、みんなこうやって可愛い、目つきずるい、いや、ね、いいですね、表情がしっかりね、うん、素敵な表情、狙いに行ってるもんだ、狙いに行ってるよね、もうこのアングルも素敵、目線の先にいる人気絶してますよ ね、 ね、 多分ね、これ推しやばいだろうな、推しやばい、ほら墓立っちゃったよ、ほら墓立っちゃった、もう墓立っちゃった、オタクなのにね、確かにステージにも立てる、普段マルコさんも手を、ね、見ることって少なかった、うん、そうなんですよ、だからこそこの指がこう、ね、う、ね、これで出てきたら、も爪もピンクに、いや、分かる分かる、そこ俺も見てた、エッチなマルコスが見てた、エッチやろ、そうでしょ、墓がめっちゃ立っとる、墓投げるやつ、墓投げんだし、墓投げてるやつ、ダメだよ、墓投げとるやつ、ありがとうございます、じゃあ次のイラストですね、はい、やばい、あ、かわいい、かわいい、素敵、色使いが、ね、色がすごい、ね、キュート、キュートする、みんな個性あってめっちゃいいですね、うん、本当に、まだ始まってすぐでしょ、この番組は、大丈夫ですか、こんなにみんな、ね、大丈夫じゃないかもしれない、もうまだ最後は持つ、みんな違うドキドキが来てるね、ね、来てるね、疲れちゃってる、こんなのサイリウムも振っちゃいますわ、ね、もうやばいよね、多分あの何本か俺ですよ、何本か手やんの、これ何本か俺あ、これで頑張ってるね、このバルログで頑張ってる、バルログで頑張ってる、面白いな、めちゃめちゃ素敵、ね、ね、どん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 紹介していきましょう、おお、すげー、ちょっと待って、待って、ま、すごくない、またこう新しい感じ の、ね、あの 3D アニメって、実装決定されてましたか、決まってないですよ、決まってないですよ、ドラです、ドラなんで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 、かっこいい、すごい、あんなダウンオンセールじゃないですか、ほんとね、すごいな、なんか渋谷のなんか夜のモニターとかに飾ってあったりとかね、流れそう、どうやって返すの、ね、本当にこれどうや、どこ、どう、待って、わかんない、自分の脳みそじゃん、ね、ヘッドハンティングした方がいいんじゃないですか、確かに確かに引き抜いた方がいいですよ、この人、ね、多分かっこいい、すごい、ぼやき方とかもすごいですね、すごいですね、すごい、もう次のイラストでラストらしいですよ、マジか、もっと見たい、もっと見たいよ、ね、もっと見たいですよね、はい、はい、じゃあ次のイラストでお願いします、うん、うわー、ピンクだ、
うわー、これいいね。ちょっとちょっと変わった。ちょっとはルチ変わって。ちょっと待って、手ちっちゃい。リリカちゃん、かわいい、かわいい。手握ってるよ、3人で、ね、また墓立っちゃったね。ねえ、面積足りなくない？土地が足りないよ、ね、でかすぎる。まさかこの組み合わせで来るとは、ね。メインヒロインルチアーノ、メインヒロイン、メインヒロイン、メインヒロインマジでこの2人差し抜いて来たこれって感じですね。かわいい、もうキラキラすぎる、ね、本当にテーテーって言ってるよ、コメントも。テーテー、もう墓も立つわ、もうこれは大変だよ。え、これもラストだって。あ、紹介もっと見たい、もっと見たいですね。もっと見たい人のために朗報がございます。何なんですか、紹介しきれてないんですよ。もっともっと投稿があったんです。あった、なるほど。あったんだけども、はい、うん、こちらですね、はいはい、ハッシュタグで、うん、ツイッターで、ライアリーリリース記念お絵描きですね。あ、今載ってます。あ、これですか、うん、はいはい、そうそうそう、これで検索かければいっぱい出てきます。お、いっぱい出てくるし、今一瞬しか見れなかったやつも見れちゃいます、ツイッターで。わ、というわけで、ね、まだまだ神絵師が隠れてる、隠れてますよ、ノラの神絵師が隠れてるので、ノラのもうね、これね、そこフォローしたりして固定組んでもいいかもしれない入らしちゃっていいものか、これはね、うん、なので、ね、絵師さんもね、ぜひぜひこのツイッターに、ハッシュタグをつけて投稿していただければと思います、うん、でもし可能ならさっきみたいにイラストの端っことかにツイッターの ID とかを入れてもらえると、あの誰のイラストか分かりやすくなると思うので、うん、ID を取れて入れて投稿をお願いいたします、はい、うん、はい、というわけで以上、ライアリーリリース記念お絵描き投稿イラスト紹介のコーナーでした。はい、ありがとうございました。いや、もうここまででもめっちゃ盛りだくさん。いいですか、いいですか、はい、どうですか、林 P どれが一番好きでした。ああ、さすが急に来ましたね。急に、この前もこのぐらいで比べて落ち着いちゃうからね。どれが好きだったのかなって。いや、なんかなかなかやっぱ一番は決めづらいですけども、うん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 、でまあ、ここに上がった作品以外にもちょっと手元の資料だと300以上の作品が、うわで、その中で選んでるわけか、はい、ちょっとまあ一番決められないけど、決められないですけど、もうどれも素敵で幸せです。ハヤスピーの幸せですって言葉を聞けるだけでも、ね、俺たち幸せで、俺らも幸せになれるんでお裾分けだね、幸せで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。300か、すごい、イマジェンスーパーってあるから、スーパーあるんでしょうか。ここからはゲストに振り付けをしてもらった楽曲についてお話を聞きつつ、はいはい、3人にもぜひコンパスライブアリーナを楽しんでもらいたいと思います。待ってました、待ってました。というわけでね、ちょっとまずあれですね、はい、実装曲一覧を見ていきましょうか、うん、ここで、はい、お願いします。はい、あ、今出ましたね。すごい、なるほど、うん、すごいね、20曲、ここにあるだけで20曲、うん、今出ております、うんうん、でまずですね、RAB ドラゴンさん、ネス、はい、さんから、クレイジービート、うん、はい、ここですね、振り付け担当ということで、はい、はい、で、あかりさん、はい、キラー B、キレイキャリオン、ハイスペックニート、レトロマニア競争曲、めちゃくちゃ担当している、めちゃくちゃめちゃくちゃ担当している、すごいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしいね、うんうん、ちょっとここからね、質問を皆さんに聞いていきたいと思うんですけれども、はいはい、まず、あかりさんからですね、はい、最初コンパスのなんていうんですかね、振り付けとかそういう、うん、あのお仕事の連絡っていうのはどちらから、どういう連絡が来たんでしょうか。ですね、キレキャリオンなんですけど、うんうん、キレキャリオンが多分一番最初にコンパスの案件でお仕事いただいて、その時はあの踊ってみたの動画を投稿していただけないでしょうかっていうご依頼だったんですね。はい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 、それがもう多分4年前とかだと思いますよ、ね、でこれその振り付けがイベントでも踊られたり、うんうんうん、こうやってね実装されたりとか、はい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 、こんなになると思ってなかったんで、いやー、わかります、あの振りめっちゃ好きです。本当ですか、これですね、チェーンソーバンバンってやって、あ、そうです、こうするやつ踊ります、大好きです、チェーンソーこうするやつ、めっちゃ素敵、こんななると思ってなかったです、すごい、うん、コンパスね、すごい大きくなって、なんか最初から関わってる身としてはすごいなんか、うん、
嬉しいですね。ちょっと、はい、なんかあれ差し出がましいですけど、親みたいな気持ちになりません？そうなんですよ。そっか、最初はじゃあ踊ってみた動画でっていうことだったんですね。なるほどなるほど。ちなみにドラゴンさん、うん、ネスさん、はい、ここはちょっとお二人に、うん、お聞きしたいんですけれども、うん、はいはい、最初踊ってみた動画ではなかった RAB さんは。 RAB は、まあ、そうですね、最初はそうじゃなくて、まあ、ステージにイベントとかで、はい、出演でっていうところで、はい、まあ、この楽曲踊ってくれませんか、はい、みたいな感じで、まあ、ネスと一緒に振り付けしてステージで踊ったのが初めてのコンパス関係の、まあ、ステージだったんですけど、まあ、そこでもう本当にすごくて熱量が、わかります。みんなこんなになんか曲も楽曲もそうなんですけど、みんな歌ってたりとか、うんうん、もう盛り上がってて、でそれにちょっと圧倒された部分もあって、でそれの世界でこう自分たちも今コンパスに関わらせていただいて、いろいろ、まあ、ゲームプレイしたりとか、はいはい、ステージで踊ったりとかできてて、本当にすごい嬉しいなって思います、ね、メールが来るわけなんですよ、ね、まあメールが来る ね、メールが来るわけなんですよ、ね、もうネスさんとドラゴンさんにどうしてもやってほしいとそんな感じお願いしますと、やっぱりそれだけ言ったら僕たちもやっぱやりましょう、もう掴みましょう未来を、ね、まだ一番最初コンパス のこのステージ立った時まだ RAB じゃなかったんですよ。リアルアキバボーイズではなくて、そうなので今はこうリアルアキバボーイズね、そして今一緒にこうできてるのね、そうか、めっちゃ熱ですね、うん、そんな思い出もありますけどね、うん、そんだけ頼まれたら僕っちもやるしかない、そういう意味では未来掴んだんじゃない？いやもう 僕が未来掴んじゃってますからね、めっちゃ素敵なゲームです、やっぱ、はい、でも熱量すごいですね、お客さんの熱量もすごいし、うん、夢があります、ね、夢ある、あ、分かります、うん、めっちゃユーザーの方見てるとすごいいつも新鮮な、うん、やっぱコンパスってステージにユーザーの方が立てるじゃないですか、うん、それこそプレイヤーも立てるし、そのコスプレイヤーもそうですし、うん、もういろんな分野で、ね、なんかステージに立てるっていうやっぱ夢のあるステージだなと僕も思います、うん、はい、というわけで他にもちょっと質問していきたいなと思うんですけども、お二人さんはヒーローたちが乗ってるゲームとかも見ました？ツイッターにちょろちょろと出てるやつは全部見たし、おーさすがあと前回の生放送とかも拝見しました、ね、見てくれたみたいでめっちゃ嬉しいなんかありがとうございます、ね、ドラゴンさんですか、はい、いやもちろん見ました、見てます、もう感動ですよね、なんかいやめちゃめちゃ嬉しいですよね、うん、なんか踊ってて、しかも何よりやっぱ可愛いしかっこいいしっていうのが溢れてて、もうなんか正直どこ見ていいか分かんないというか、わかります、なんかそのキャラクターもそうなんですけど、もうその世界観というか、うん、全てでもううわー衝撃を受けたというか、照明だったり、そうそうそう、なんかその曲に合ったなんか演出だったりもあって、なんか一番ね推しが輝いてる、もうなんかちょっと噛んじゃうぐらいちょっと焦っちゃってますけど。推し輝いてるんですよやっぱ、ね、めっちゃ好感度高いオタクだもんね、もう反応のオタク、ね、ありがとうございましたっていう感じですね終わった、お礼述べられた、ありがとうございました、はい、そうやってね見てくれたってことなんですけれども、うん、はい、ちょっと振り付けのこととかもね、はい、聞いていきたいなって思うんですけれども、うん、やっぱ振り付け考えるときってそのヒーローのイメージだったりとかを大事にして踊ってらっしゃると思うんですけど、どういう世界観とか、この振り付けは、まあ後でもまた改めてお伺いするんですけれども、ヒーローのイメージとかなんかあれば教えてほしいなって思います、うん、いっぱいあります、いっぱいある、難しい、うん、そうだ、曲数多いか、なんかでもやっぱりその、うんうん、スペック高いところだったりとか、あーねーこの2人だったらどういう掛け合いするかなとか、まあ、そういうことをいっぱい引き出せるようになったらいいなっていうのを一番考えましたね、うん、キャラクター性ですよね、確かにその、まあ、マルコス君だったら、うん、まあ、楽々こなしちゃうみたいな感じとかをね、出しつつ普段見れない顔みたいなのを、うんうんうん、あ、この二人ってこういう感じでアイコンタクトするんだとか、はい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 、そういうのでちょっと楽しんでもらえるように考えましたね、そういう細かいところオタク大好きなんですね、大好きですよ、嬉しいですよね、それこそドラゴンさんとかその、うんうん、あのピエールのね、うん、
そうですね、モーションアクトとかもうすごい多分、ね、コミカルな、まあそうですね、うん、なんかそうなってっちゃったんですけどね、キャラクターと話しながらやってたんで、なんかもうそれがいいそれがいいになって、ちょっと悪ふざけな部分もあったんですけど、はいはいはい、でもまあ PL の時はそうだったんですけど、まあ今回はやっぱりこうライブアリーナということだったんで、うん、まあいろいろとね振り付けをいろいろメスと考えたりしながら、やっぱり、まあ、やっぱ振り付けをそのまま踊らせるっていうのは、うん、もう簡単なんですけども、うん、はいはい、やっぱりそのなんだろうな、そのさっきも言ったんですけど、その、うん、そのキャラが一番その、うん、なんだろう、あのやりやすいように、もう自由にやっちゃってみたいな、あ、そんな感じで作りました。なんでちょっとポロっぽくなってなんかもうやっちゃってなっちゃってみたいなポロっぽくなっちゃってでもネス本当に、まあ、リアルアキュアボーイズでもね振り付けとかやってくれてるんですけど、なんかただ振りを本当に教えるとかじゃなくて、なんかそのキャラクターだったりその人柄に合った部分の感じを意識して振り付けしてくれるので、だから本当に今回特にそうヒーローヒーローが、ね、いろいろ各々のキャラクターだったり個性があると思うんで、そこをなんか活かしたながらこう振りの構成できたなっていうのがありましたね。ちょっと話変わるんですけど、はい、僕推しがあのピエールとポロロッチョなんですよ、うん、だからもう今日あ今日僕のなんか誕生日かなんかなんかずっとそわそわしてるそうだったんだ。だからこうボロロッチョとピエールが、うん、をあのすごい使ってて、もうそうなんですよ、一番ボロロッチョ使ってる。あ、そうなんだ。だから今日ご褒美タイム来たこれあれみたいな誕生日だ誕生日。もうそんな感じなんで、やっぱちょっと愛をちょっと語らせてもらいました。いいね、熱量がめっちゃね、うん、伝わってきたということで、はいはい、その振り付けが見れるライアリをちょっと皆さんにプレイしていただきたいと思います。嬉しい。お願いします。プレイできるんですね。はい、嬉しい。音ゲーとかあかりさんやります？やりますけど、うん、そんな上手じゃないです、ね、あ、なるほど、まあ、ちょっとたしなむ程度みたいな感じですね、うんうん、ドラゴンさんは？俺も音ゲーはちょっと久しぶりですね。あ、そうなんだ、うん、やっては昔ちゃんとやってましたね。なるほどなるほど。で、ネス君結構やってそうだけど。めちゃ下手です。やるな、めちゃめちゃなんかめちゃくちゃやってますみたいな流れかな。今日めっちゃ下手かな、うん、そうなんですよ。曲聴くのめっちゃ好きなんですけど、ね、もう焦っちゃうんですよね。焦っちゃうんですよ。わかります。あとどこ見たらいいかわかんない、ね、あ、わかる、後ろ見ちゃうんですよね、やっぱり、背景とかね、キャラ踊ってるかもしれない。そうだよ、そうね、入っちゃうタイプなんで。今日もそうなると思います。今日もそうなると思います。というわけで早速なんですけども、はい、まずはあかりさんからプレイしていただきたいと思います。今回ね、振り付け担当された4曲があるので、そこから選んでやっていただきたいと思うんですけども、どうします、はい、今ね、手元にね、はい、端末があるんですけども、はい、今選んでおります、迷いますね。4曲も選べないよね。あ、お、決まってる。じゃあ、いいですか。大丈夫だと思います、はい、押していただいて、押していただいて、何の曲だろう、何の曲かは画面でちょっと皆さん分かるんですね、うん、楽しみに。ほら、さっきネスがコロンビアを発行するから、コロンビアって決めた。コロンビア。さあ、さあ、何になるか。キラービー、キレキャリオン、ハイスペックニーとレトロマニアから1曲、うん、今選びました。選びました。うん、さあ、何が来るでしょうか。来ました。はい、レトロマニア競争曲。今回ノーマルでプレイしていただきます。はい。めっちゃ楽しみ。いやー。これライアリーでめっちゃ。ああ、かっこいい。ああ。攻め待って。イノシシがいっぱいいる。すごい。ええー、4人で踊ってる。やば。ちょっとね、長押し、いいよ、決まってるよ、あたりくん。これ何なんだ、かわいそう。あ、やりましたね。緑は両手。落ちて、私落ちて、あなた。4人で踊るんだ。このね、2人で踊ってるのはよく見てたんですけど、え、かわいい。何しちゃうんだよ。頑張れ頑張れ。フリックフリック、赤はフリックで長押し、かわいい、両手、かわいいね。後ろ見ちゃうね。やばいやばい、本当にすごい。
ダラララララ、おーいラッパリだ、いやー見たい、ダブルが、いや色が、色が集中するんだね、大変だよ、あーピンク動きに連動してるんだ、リリカちゃんから動きに連動してる、いやー見たい、見たいね、見たいね、待って落ちて、あ、かわいい、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます、すごい、気が気じゃない、気が気じゃないで、 S じゃないですか、これは S、 ありがとうございます、すごいすごい、ありがとうございます、というわけでやっぱね後ろ見ちゃうからね、はい、プレー集中できないよね、全然集中できない、すごい情報量がね、そう情報量エグいっすよ、すごいな、まあというわけでね、やっぱゆっくりね見たいというね、見たい声がもう早速上がっておりますので、はいはい、ちょっと、感想をトークしつつ、全員でね動画を一緒に、お、そう、あ、ノーズなしで、なしで、そうそう、そうなんですね、動画を見て、はい、行きたいと思いますので、改めて振り付けに注目して見てみましょう、こちらどうぞ、過呼吸、すごい、過呼吸、お、始まる、ステージも素敵、本当に、あ、いきなりもう、イルソンの感じもすごい、ちょっとね、表情が素敵、素敵、可愛い、素敵だ、ね。あ、もう後ろでさ、テンスはこう、そうしながら待ってるの、あーかわいい、もうちょっとやばい、なんかトーン見ちゃうんだよね、自分こういう時に、わかる、わかる、なんか頑張って踊ってるのかわいいね、いやー、さすがこの二人、わ、後ろも見てほしいんです、あの後ろの人も違うんだ、めっちゃかわいいんですよ、見ない、本当だ、見ないよね、あーあーあー、わーかわいい、あー、やっぱすごい、カメラ、ね、カメラが、動きがすごい、演出が素敵、すごい、ステージもすごいね、なんか、うん、あー、かわいいね、えらいよ、どっちでも、えらいね、えらいよ、頑張ってるね、この後見てほしいとこある、何何何、後ろの2人がね、はいはいはい、あ、じゃあここ、ま、最後でした、あ、最後か、ラスタビの後ね、後ろの2人がハイタッチする、そこ注目ですね、わー、いいな、ね、ラスタビね、色違いが、あれだ、あのプレイしてる人の衣装にチェンジされるので、うんうん、ね、なるほど、そう、色違いされなかったです、ね、うん、かわいい、かわいい、衣装を集めるのもかわいい、ね、楽しみに、楽しみに、ね、コメントする暇ないよね、やばい、今やばいやばい、あー、カメラワークが本当にすごい、うん、ね、この後です、お、あもう素敵、ありがとうございます、やばせですね、汗びっしょりよこっちはもう、ね、騒いじゃってライブ買ってぐらい騒いじゃった、うん、確かに普通にライブ、ライブだね、ライブだよ、ライブ、ライブ、そうか、ライブアリーナだね、ライブアリーナだね、もう正しいね、かわいい、なんか真似して踊りたくもなっちゃうし、うんうんうん、すごいです、コミカルだしね、素敵、ありがとうございます、もうたくさん見たい、本当に、ね、5回ぐらい見たいんですけど時間ないので、うん、そうだよね、そうですよね、続いてちょっとドラゴンさん、はい、ネスさんにも代理でやっていただきたいと、はい、やらせていただきます、お願いします、じゃあ、ドラゴンさんが遊んで、クレイジービートですね、そうですね、はい、じゃあ楽しみ、楽しみ、ちょっとドキドキします、ドキドキする、はい、実はクレイジービート、うん、さっきね、うん、あのまあ、リハーサルというか裏で流れてたんですけど、うん、ちょっと僕見ないでおきました、はい、本番楽しみ、本番のためにクレイジービートめっちゃ好きなんですよ、まいい曲ですよね、来た、いやクレイジービートはライブと言ったら、ライブと言ったら ね、 ね、クレイジービート、テリーパイが来るよ、ね、やばい、久しぶりのプレイだからドキドキしますね、これノーマル、ハードノーマルで、ノーマルで、はい、はい、うわめっちゃ楽しみ、いやうわもうこの二人素敵、肉体、ちょっと肉体美、肉体美、おちょっとわぁ、色気やばぁ、コロの集中し、俺プレイに集中しないと、俺はプレイ集中できないね、で、はい、うわぁすげぇ、俺に任せとけ、ラスベガスかマジで、はい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 、すげぇ、はい、メンツウィンパーティー、ライアリのメンツ、いいですね、はい、そうですよね、うわー、かっけー、はい、
そば好き。楽しい。いいね、いいね。すごいこと起こってる。中のアクロバット、スーパードロー。すごいね。めっちゃ可愛い。やべ。すげえ。いいね。アクロバティックだね。アクロバティックだよ。いい感じ。来た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 。もうオンザステージあなた。あーいいね。最高ドロー。本当に。さすがナンバーワンであんたが本当に。いやりをなさせてもらおしい。あ、You're the breaking! すごいね。You're the breaking! どこで覚えたの。やっぱ筋肉がないでしょ。やっぱりやべえだよ。あー、きた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 。すごい。おいや、美しい。いいっすね。やべえ、番組のこと忘れちゃいましたよ、ずっとゲームに集中してた。でもドラゴンズさんなんか上手くないですか。すげえ、やった。さすがです。 S できました、うん、超久しぶりの音ゲーだったんですけど、いやいやいや、もうめっちゃ上手かったっすよ。すごい、楽しい。やばい、もう目がいろんなところ、ね、はい、足りないね、目がね。わーってコメントすごい楽しい。めちゃめちゃ汗かきますね、楽しい。ね、汗かいちゃう。あ、推しが輝いてね、輝いてた ね、 輝いてたね。よかったね、ネス君で、ね、いくら払えばいいんですか。大丈夫か、払うみたいな、ご褒美だから払うターン出てくるから払うターン出てくるから、そこでちょっと納税していただいて、ちゃんとします。楽しかったですよ、本当に。ちょっとこちらもね、あのノーツなしで、せっかくなんで、はい、見ていきましょう。ちょっと俺もプレイに集中してたんで、ちょっと見たいです、しっかり。で、これも振り付けね、改めてね、注目して見れますので、はい、うん、はい、こちらどうぞよろしくお願いします。いやー、いやー、いいですね、楽しい、本当に。始まる。もう最初からすごいね、インパクトが。すげー、この2人すごいね。やばい、結構自由すぎるだろう。これも特にお任せしたもんね。お任せですよ、ね、自由にここはちょっと好きに、好きにやってくれと、好きにやってくれと、コロちゃん、ここも振りなんかないと、ね、ここはちょっとアピールをしていこうっていう。指エッチだね、ちょっとね、トン君もね、可愛くて両手振ってるんですけどね、2人ともいいですね。はいはいはい、え、可愛い。さあ始まりますよ、こういきなり激しいダンスがね、ステップステップをして、はいはいはい、そうそうそう、大きくてね。いや、そう、トーン君が頑張ってくれて、このステップね、いっぱいね、確認してくれたんだ。後ろ、後ろちょっと注目してほしいですよ ね、 ね、後ろですか。そう、踊ってるイスタカもそうなんですけどね。はいはいはい、イスタカに目奪えちゃうよね。ほら、あ、ほんとだ、ほら、ポロがね、ちょっかい出してるんですよ。やめてよ、ちょっかい出してるんですよ。まだ見せねえよ、トーンは。ここからポロのね、当たりもダメよ。あ、いきなりオンザステージ。いいダンス、あー、面白くて、あ、ね、あ、もうアピールが楽しい。すごい楽しんでますね、楽しんでますね。ここでイスタカのちょっと力技をね、かっこいい、やってもらったら、もうやっぱすんなりできましたね、筋肉が、うん、筋肉がもう、もうライト当たってるよ、あんたに、ね、しっかり当たってますね、ライトがね、かっこいい、すげえなー、堂々としてるね、ボロが、いいなー、ボロ目離せないもん、ね、目離せない。来るよ来るよ、リズムを取ってる、来るよ、この後さあ来ますよ、もう一度。はい、でここでさっきはね、衣装が変わったりもしてて、かわいいな、純粋にこのポロの衣装めっちゃ好き、ね、いいですよね、ユニットもすごいかっこよくて、来るよ、さあ最後はもうこの形、担いじゃった、担いじゃってるね、リスタカ、
すごい。いや、かわいいな。もう一回見たい。見たいね。この4人だからこそのね、あの世界観がすごい素敵で。うんうんうん。普通だったらあんまりね、あの集まらなそうな4人だと思いつかないですよね、この4人って。この4人だったからこそのこのクレイジービートのダンスなんじゃないかなと思って。かわいいとかっこいいがこの中にギュッと入れてくれてる。アンバランスなのがいいですね。そうですね。なんかポロもやりたい放題できるし、ね、そうやりたい放題で、ね、あそこもちょっとねあの注目ポイントの一つです。注目ポイント、はい、いやもうあえても素敵な振り付けを、はい、よかったです。素晴らしい、嬉しい、超嬉しい。ちゃんと好きなことしてて嬉しい。そうですね、それはそうなんです。やっぱ個性を生かすっていうのは、ね、個性を生かす大事だったりするんで、うんうん、まあ、僕たちもブレイクダンスやったりするんで、はいはいはい、そういうところもなんかこう、ね、キャラクターたちにもねやっぱ出してほしいなと思ったんで、うん、嬉しいです。いやもう素敵、もう素敵、このゲーム好き。このゲーム好き。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 好きだったね。さあ、ね、はい、好き。そんなネスさんにも、そんな好きなネスさんにも、あ、はい、やった。ちょっとね、やっていただこうかなというわけで、ネスさんはどの曲で遊ぶか決まってますか？お、でも、うん、なんだろう、さっきちょっとなんか、あの出てた中でちょっと好きな曲がもう一曲だけあって、お、なんでしょう。あ、お、この曲が好きなので、これ俺もめっちゃ好き。はい、これを楽しみに、はい、押して、じゃあね、皆さんには画面でね、確認していただくということで、何を選んだのかですが、ね、これも出機なの、出機、これも出機、これ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 、せっかくだからあのネスにはハードモードでも、あ、ハードモードでいいですか、遊んでもらっていいんじゃないですか。そうですよね、ノーマルだとノーマル、ノーマルできてるから、ネス君、ね、この曲俺も出機チュキできる、できる、できる、チュキが2人いるんだ、チュキできる。ちょっと好きな曲だったらハードでもいけるんじゃないですか。お、待って、後ろ背景がすごい、あ、確かにすごい、キラキラ、おわすごい、マジか、できる、かっこいい。え、でもちょっとハードってことはさっきより、お、むずい、むずい、さっきよりこのベンツやばいね、すごい、すごい、いいよね、ス、まあ、おー、あ、これすごい、なに、どういうこと、ここ5人いいっすよね、めちゃくちゃいい、優雅に、優雅にねって言われてるやつ、優雅にね、頑張れです、ね、足りないと思うけど、さっきより多いね、何これ、ボタンの数が増えてるよ、すごいすごいすごい、カメラ撮ってるよ、すごいすごい、おお、すごいすごい、これみんな死んじゃうよ、大丈夫、うわぁ、いや、だしたー、ヤフータンちゃんが、やや、女性陣のみで、意外と出てますね、出てますね、出てますね、カードでしょ、わぁ、すごいすごい、ちょっといろんな情報量が多い、どこ見たらいいのこれ、どこ見たら、あ、衣装も変わってる、いや、俺も衣装見たよ、はい、俺も衣装見たら、映った、どうする、マリア様の衣装が、これ、かわいい、俺も衣装見たいんだけど、あ、戻っちゃった、すごい可愛かった、あ、そっか、そっか、衣装見えないか、すごいキラキラしてて、そっか、衣装、すごい良かった、なんでそんな追い打ちかけてくるんだドラハラ出てる、なんかドラハラ、赤い部見てもらう、赤い部分ね、見ましょうね、はい、やっぱ普通にノーツが面白いですよね、いや、面白い、やってて、やり込みたい、ね、叩きがいあるよ、今の、確かに、なんか難しかったけど、あ、これ無理だなとはならないんですよ、そう、なんか曲が好きだったら大体なんか気持ちよくできるっていう、頑張りたくなってくるしね、すごい楽しい、ね、ちょうどいい難易度設定にね、これは眠れない夜が続きそうですね、ただね、コンパスもやってライアルもやんなきゃいけないからね、確かに確かに、はい、というわけで、動画ですね、ちょっとよろしくお願いします、見えるよ、見えるよ、見たい見たい見たい、ちょっと、ね、見ながら感想をね、いや、これすごかった、見応え、情報がちょっと、あー、ちょっともうな、ちょっと水飲んでいいよ、本当に水分補給しないとこれ、やばいですよ、キャビン好きなんですよ、いやー、マリア様、いや、衣装よ、ね、衣装いいよね、衣装もいいし、わー、しかもこの人選ね、ね、女性組だけならいいですよね、しかもなんかちょっと大人組というか、そうね、
この5人じゃないと出せないですよ、うん、ですね、セクシーな感じ、マジでどこ見たらいいか分かんない、あ、ガラスのセンサーだよ、カメラがすごい、カメラすごいいいですよ、オタクが作ってるでしょ、絶対これ本当に分かってる、分かってるよね、うわー、このカメラワークめっちゃいいんですよ、一人一人さ、もう舐めていく感じ、ここの、うわ、めっちゃいい、うわー、あのね、ライトがバラみたいにね、うん、あ、ライト本当だ、うわ、すごい、拍手、思わず、すごい、いいな、ね、衣装チェンジ見れなかったですね、全部ね、これ、あのな、追い打ちかけてくるのやめて、すごかったの、こんなんなってて、こんなんなったの、静かに出てくる、おー、出てる、ちょっとこれイベントでも火出してくださいマジでイベントで火出してくださいマジで火出してくださいね、現金か、うわ素晴らしい、やばい、素敵、やばい、これも失神しちゃうし、何回も見たくなるね、墓立てとこみんな、とりあえず解釈一致でした。解釈一致。解釈一致した。ああちょっともうね、あのね、ほん、時間過ぎちゃってるんですけど、でも語らずにはいない。ね、見てこんなの、押しちゃうよこんなのね。やばいな。やばかったです。あ、みんな墓立ててくれてますね。ありがとうございます。もうちょっと盛り上がりすぎて頭痛がしてきた。大丈夫。大丈夫。本当に。はい、というわけでね、以上ライブアリーナゲットプレイのお時間でした、はい、ありがとうございました、楽しい、楽しい ね、 ね、本当に楽しかった、もうここまでにね、こんな楽しかったんですけれども、うん、なんと、佐藤 D から新しいお知らせが今日まだあるみたいで、ね、どうすんの、本当にというわけでちょっとよろしくお願いします、すごい早い振りだったはい、あのたくさん映像を見ていただいた後なんですけど、うん、はい、最新情報をお伝えできればと思います、最新情報、はい、今回ライブアリーナではあの先週予告でお伝えしたんですけれども、あのライブアリーナでは定期的にイベントをリリース後開催していく形になっておりますので、本日はその第1回目のイベントの、テーマになってますリリカちゃんのイベントについて、ご紹介させていただければと思います、はい、ありがとうございます、でまずはそもそもイベントとはというところからお話しできればと思います、スライドお願いします、いやツイッターで見ました、うわ待ってました、本当に待ってました、はい、ストーリー付きのイベント、ストーリーイベントを開催いたします、はい、ストーリーイベントにはテーマとなるヒーローが設定されておりまして、まあ、そのテーマのヒーローが活躍するような形になっております、イベント開催期間中にライブにたくさん参加していただいて、期間中でもらえるイベントポイントを集めて、まあ、そのイベントポイントの進捗に応じてストーリーの開放であったりとか報酬をもらえたりしますので、あの頑張ってライブに参加していただければと思います、同時にランキングも実は走る形になってますので、まあ報酬を集めるメインでもいいですし、ランキングにがっつり参加していただくでもいいですし、というところで遊びを楽しんでいただければと思います、はい、で実はなんですけれども、そのテーマとなるヒーローとサブテーマのヒーローが、ストーリーにおりまして、うん、まあ、そのお二人のヒーローの新コスチュームをイベントごとに追加していこうと思っております、これがでも、絶対ゲットしなきゃマジで贅沢三昧、贅沢三昧、ストーリーも、まあ、そのイベント新規で作ってますので、うん、まあ、新規ストーリーかつコスチュームという形になっております、そうね、本当に、はい、寝れないですね、本当にねどうしよう、本当にまだまだあ、そうですね、はい、今回のテーマは、まあ、リリカちゃんは事前にメインヒーローとしてお伝えしていたんですけども、はい、まあ、サブヒーローが誰なのかというところで、はい、次のスライドお願いいたします、サブヒーロー、サブヒーロー、サブヒーロー、もちろんこの方、もちろんこの方、ましたね、リリカといえば違いないですね、はい、リリカとルルカが活躍するストーリーとなっております、はい、ちょっと右上に書いてあるんですけども、開催期間は一応8月13日から8月22日ちょっとリリースから空くんですけれども、うん、はい、こちらを予定して進めております、はい、で次の情報としてストーリーのあらすじもちょっと今日ご紹介できればと思います、はい、スライドお願いします、はい、ちょっと読ませていただきますね、はい、はい、お願いします、
魔法少女としてみんなの夢を守るために活躍しているリリカ・ルルカ、うん、ある日敵の攻撃によってリリカは悪夢を見せられてしまう、うん、ライブ中に失敗してしまう悪夢を見たリリカは次のステージもうまくいかないのではと自信をなくす、うん、そんなリリカを見てヒーローたちがアドバイスをすることに、果たしてリリカはライブ本番を成功させることができるのかといったお話に、いやこういうの待ってましたよ、こういうの待ってましたよ、こういうこと、ねえね、日曜の朝やりましょうアニメで映画館でやりましょうよ、映画館で途中で、ね、サイリウムをつけてみんなで、ね、やりましょう、いや劇場版待ってたよ、セイオタク本当に頑張れるやつ、そういうのですよ、はい、ありがとうございます、はいですね、有給消化待ったら、有給消化ね、はい、いいか、ね、ストーリーのあらすじはこんな感じになっております、うんうん、ちょっとこの後情報が立て続けに出ていくんですけど、ちょっとあのお墓立てながら見ていただけると、はい、実はストーリーをイベント開催する際にあのそのストーリーに合ったテーマ曲というか、追加曲も実装していこうと思っております、はい、なので、今回 の, そのリリカイベントの、実装曲もこの場でお話をできればと思います、はい、リリカイベントのテーマ曲がこちらになります、イラルラドリーミングです、ありがとうございます、そうですね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、ご説明させていただくと、リリカのショートアニメを、YouTube とかで公式公開しておりますので、そちらのエンディングテーマとして流れていた曲になります、はい、なので、ライブステージではリリカとルルカがイラルラドリーミングを踊るという形で、はい、実装していきますので、いやぜひお楽しみにしていただければと思います、これ多分マジで一番見た自信あります、さすが踊ったからもう何万回も、何万回も画面持った、さすがにけどめっちゃ見ましたね、はい、素敵な踊りです、はい、そう、本当は予定なかったんですけど、やっぱりリリカルルカストーリーをちょっと上がってきたのを見た時に、うんうんうん、いやこれはリラルラを入れてほしいっていうのを結構開発チームにあんまり言って、うんうん、マジで本当にねじ込ませていただきました、もうあれです、正解、あ、正解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 、ありがとうございます、はい、すごいいい出来になってると思うので、うんうん、もうちょっとあの公開まで時間あるんですけれども、うん、楽しみにしていただければと思います、はい、はい、でちょっと前のページでお伝えしたんですけれども、新規コスチュームが追加になりますというお話をしていると思うので、うん、最後にそちらもお伝えできればと思います、イラストをお持ちしました、こちらです、はい、リリカとルルカの新コスチュームをイベントで、追加いたします、これやばいよね、いやコメントもすごいね、すごいみんな、これもおなじみのクロワさん、はい、クロワさんにデザインしていただきまして、もう本当ライブステージに立つため の, あの衣装というか、まあ、もうそもそも の, あのコンパスライブアリーナのステージも衣装もかなり、うん、あのステージ衣装なんですけども、さらにこう、はい、リリカルルカのお揃いで、目の中見えない、外しすぎて見えない、本当に目が今ね焼きついちゃってる、はい、まあ、こちらのイラストはカードとして実装するので、あの入手していただければカードとしてもあのライブに持っていけるという形になります、うんうん、はい、イスタカも、ね、気になっちゃうよね、イスタカ気になっちゃうよ、はい、イスタカはそのリリカルルカのストーリーの中の、まあ、ワンシーンをあのイスタカのキャラクターデザインの草野さんに、はい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 、書いていただいていて、まあ、イスタカはあのよく見る感じかなと思うんですけど、あの後ろのリリカとアタリカ、アタリカもね、はい、あの気になるよね、こんなのどんな感じで絡んでくるのか本当に気になる、イスタカさんワンシーンなので、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います、エンシーカーもなんか感じだよ、現れるね、あなたね、まあ、こういったそのヒーロー同士の横のつながりが今回初めて出すと思うので、まあ、ストーリーとこのイベント自体をぜひお楽しみにしていただければなというところで、はい、私からの情報は以上になります、はい、ありがとうございます、はい、もうこれ本当にね、実際にね早くも遊びたい、ね、本当にね、遊べるのがめっちゃ楽しみですよね、はい、で今回の発表した内容はあれですかね、そうです、公式ツイッターにも、まあ、告知を随時していくと思いますので、まあ、まだフォローされてない方はぜひフォローしていただければと思いますので、うんうんうん、公式ツイッターのほどよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、みんなで拡散していきましょう、はい、盛り上げてね、本当にみんなで盛り上げていきましょう、ね、もう明日には10万人突破しないといけない、いや本当に明日にはもう余裕でいってますよね、番組終わりにはもうね、あ、番組終わりにしますか、大変だな、めっちゃ大急ぎなんで、ね、大急ぎですよ、ありがとうございます、
ございます。というわけでここで番組からのお知らせです。ツイッターさんでのお知らせ、フォロー&ディスイートキャンペーン、コンパスライブアリーナ公式ツイッターでフォロー&ディスイートキャンペーンが実施されております。抽選で3名様にヒーローの声を担当されている声優さんのサイン色紙が当たりますので、うん、ぜひ該当ツイートをチェックしてください。鬼龍院キララ役の北村恵里さんのサイン色紙、誰該当ツイート、誰の欲しいでしょ、みんな欲しい。あれだよ、本日締め切りだよ。うわ本日です、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う、ね、本日もう忘れないように今しちゃった方がいいと思う、本当にね。はい、フォロー&ディツイートよろしくお願いします。そして次の告知ですね、本日お届けしているダイアリ特番ですが、リリース前までは毎週放送することに、毎週、まあずっと毎週やってたんだけど、はい、正式に毎週ねやることが決まりましたので、ちょっとね、リリースまであと1ヶ月ぐらいなんですけれども、うんうん、皆さんコメントとかツイッターで盛り上げていきましょう、はい、というわけで次回の来週は火曜日7月5日お20時から、うん、ゲストをちょっと発表したいと思います。はい、こじらせるとしよ、ニーナ、そしてエシのフォアロさん、メグメグのエシのフォアロさんです。初めてエシさんのゲスト、また面白くなりそうな、ね、ですね。これはもうニーナがね、どんだけこうね、あの大波乱大丈夫ですか、 MC ミヤ君だから、はい、もうちょっと交換してくらい、ね、ぐらいまであるね。もうニーナはね、しっかり料理して、ね、料理されると思うんですけど、本当にでも楽しみですね。楽しみですね。はい、バイオレンスな感じで、バイオレンストリガーな感じでね、この3人面白そうだな、ね、はい、もう楽しみです。ポールさんもね、こう見えてこんなイケメンなんで、ね、めっちゃ面白い、すげえ楽しみです。はい、というわけでね、来週の放送はどんな発表するのか楽しみになっております。はい、というわけで、すみません、来週の発表、おかげになんかどんな発表があるのか、はい、ちょっと佐藤 D の方から。そうです、はい、いつも予告で、なんか騒がせちゃって申し訳ないんですけど、ライブ中にこうカットインでイラストとかが入ってきたりとか、マッチング中に実はちょっとカードが表示されたりとか、今までもちらちら見えてた部分があったと思うんですが、はい、来週の放送ではそのカードの、内容を発表していければと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、カードのご紹介をしていければと思います、はい、コンパスヒーローだけじゃないかも。あれマジっすか、え今さらっと爆弾発言でハイスピードいうことですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いいんですか、爆弾発言、大丈夫です、安心感したら、安心感、もう早く今大丈夫ですって言ったらもう大丈夫だよ。うわー、それはねちょっとね、いい仕事すぎる、本当に。コメントもすごい、待って許可降りた、許可降りた、よかった、柔軟で腐って、あーびっくりしたよ、柔軟で腐っ、ありがとうございます、はい、というわけでね、ぜひちょっと今からタイムシフトですね、来週の分予約をして見逃さないようにしてください、はい、さらになんですけれども、ちょっと今もう21時になっちゃうんですけど、はい、エンディングのコーナーなんですが、ここでプレゼントキャンペーンの当選者発表プレゼントね、今日ありますよ、こちらですね、こちらがね、はい、フルセット、いやこれもらったらマジ嬉しいね、当たるやつですね、うん、はい、これの発表していきたいと思います。誰になるか、一気に3人出します、はい、せーの、どん、3人、ID ですね、ちょっと僕英語読めないんで、一文字もこの3名になりました、おめでとうございます。なんかコメントとかで、もし見てたらね、コメントとかでなんか当たったみたいな、俺だみたいな、主張していってください、これ嬉しいね、フルセットですからね、大事に保管してください。見てないんで、知り合いが当たってたら教えてあげてください、確かに、ちょっとね、お風呂とかね、ご飯とか行っちゃってるかもしれないけどね、でも、当たったっておめでとうってコメントがすごい多くて、みんな優しいよ、本当にコンパスのコメント好き、本当に、ね、本当にみんな優しい、本当ありがとうございます、いますはい、というわけで早いもので、この放送もエンディングのお時間となって、早いよね、でももう9時過ぎてんすよ、今オープニングトークかと思いました、ね、それはね、一旦聞いてなんかじゃあ本番行きますみたいな言われるから、楽しくやってたら終わっちゃったみたいな、いけるよね、あと1時間いや全然いけちゃうから、いやでも楽しかった、楽しかったです、ありがとうございます、というわけでちょっと
っとね感想をね、はい、一言ずつ、はい、いただいていきたいなと思います、はい、まずはドラゴンさんからお願いします。はい、はい、今回ライブアリーナということで、まあ本当ね、あのコンパスの方で自分は立ち上げの頃はまだやってなかったりとか参加してなかったんですけど、今回ライブアリーナでは今回立ち上げから一緒にこう盛り上げて、みんなと一緒にこうやってねプレイを楽しみにしたりとかリリースを楽しみにしたりとかことができているので、本当にねやっぱコンパスの世界ってすごいみんなの熱量だったりとか、みんなが本当にコンパスの世界観をすごい好きだったりもするんで、この本当に一緒にこう盛り上げれてるのがすごい楽しいなって思ってますし、早くあのねみんなでプレイしたいなって思ってますのでね、プレイしたら一緒にゲーム楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、そして続いてネスさんお願いします。はい、僕はですね、あんまりなんかそのなんか戦うゲームだったりその音ゲーだったりがなんかあんま得意じゃないんですけど、そんな僕でも本当になんか熱中できるあのゲーム2つになると思うので、まあ、これからもなんか関わっていけたら大丈夫ですかね。あのなんか呼ばれる時にあのいやネスさんちょっと音ゲー下手だからなみたいな感じで大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。2人告知ある、はい、告知があるんで一つだけ告知させてください。はい、リアラキュアボーイズなんですけども、7月10日に日比谷野外大音楽堂でワンマンライブを開催します。おめでとう。1週間ちょっとか1週間ちょっとで本番になるんですけども、今回ですね初めての野音での舞台ということで野外でのパフォーマンスに初めてなるんですけども、 RAB8 人と他にもねゲストアーティストさんだったり生演奏でのライブになりますので、まあちょっと暑い中ではあるんですけど、配信チケットそして現地のチケットまだありますので、ぜひぜひ興味ある方はリンクの方をね上の方に出てますのでチェックしていただいて、一緒に最高の夏を思い出作れたらと思いますのでよろしくお願いいたします。リンク貼ってくれてね、上にね、ありがとうございます。上の方にありますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ最後まであかりさんに感想お願いします。はい、はい、今日はありがとうございました。まあ最初初期からいろいろ関わらせていただいて、昔から皆さんに愛されているような振り付けだったりとか、まあ、今回新しく作り直したものだったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、普段と違うヒーローたちの顔が見れると思うんで、たくさんなのでリリースを心待ちにして皆さんで盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして最後に佐藤でお願いします。はい、来週も来ます。いつも来てください。お願いします。あとあの緊張しすぎて出し忘れて、あー待ってね、何出してよ早く。あだまりのうちはこういうキャラバンでグッズで、はい、購入できるそうなので、あの現地行かれる方はぜひよろしくお願いします。はい、はい、あり以上です。はい、ありがとうございました。はい、林 P 感想はありますか。そうですね、やっぱりこう普段こうゲームを作るとき一緒に会話するときはもちろんあるんですけども、改めてこういうふうにクリエイターさんのこう話裏話って聞けるのはもうめちゃめちゃ楽しいなと思って、うんうん、後ろで時間を忘れて聞いてました。あとはネスさんの人脈を使ってフォロワー10万人するのでよろしくお願いいたします。行きましょう。アスニアも僕だけじゃないですけど、みんなで行きましょうね。みんなで行きましょうね。まあ、今日見てくれる人は絶対もうやってくれると思う。もうそう、間違いない、間違いない。はい、もう上の方にもね、ツイッター公式アカウントが出てるので、はい、こちらね、フォロー&リツイートよろしくお願いします。お願いします。ちょっと最後僕も感想をちょっとめったに言わないですけど、お願いします。今日今回4回目になるんですけど、うん、なんか最初めっちゃ緊張してたんですよ。うん、でもやっぱこうやって続けていくうちにつれて、あ、なんかもうオタク丸出しでいいんだなっていうふうに思ってちょっとね、もう今後はオタクとしてね、この番組にもうオタクのまま で参加できればと思うので、ちょっとコメントのね、オタクのみんなで一緒に盛り上げていけたらいいなと思います。今日もありがとうございました。素敵でしたよ。素敵な番組です。というわけでお別れの時間になりました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。それでは来週火曜にまたお会いしましょう。それではさようなら。バイバイ。バイバイ。早かった。